鉄帝宇宙室ミッション、鉄帝が出てくるの、かなり久しぶりな気がするんだぜ。とりあえず扉に入るしかなさそうだね。なんかすごいことになってるぞ。ゴリ押しでいけないかなと思ったけど、さすがに無理か。あのバブルを防犯装置の赤外線に見立てているんだろうな。発想がすごいよね。私じゃ絶対に思いつかないよ。マリオメーカーが発売してから、もう結構経つけど、未だに新しい発見があるよな。そうだね。いいねランキング上位のコースなんて、本当にびっくりする仕掛けの連続ばっかりだよね。バブルの隙間をなんとか抜けてきたが、ここはどうすればいいんだろう？念のためにキラーを踏んで左側も確認したけど、特に何もなさそうかな。それじゃあ、また赤外線のバブルを抜けていけばいいんだな。さっきのとこに比べると、こっちの方が楽だね。今度はなんともすごい防犯装置だな。大丈夫大丈夫。こんなの、キャッツアイやらアルセイヌルパンやら、怪盗キッドやらを読み込んでいる霊夢ちゃんですよ。お茶の子サイサイに決まってるじゃないですか。お茶の子サイサイなんて、最近の若い人はあんまり使わないんじゃないのか？それにキャッツアイとか、ウプ主の年代がバレるだろう。まあ別に隠してはいないみたいだけどね。ドラゴンボールとか、スラムダンクとか、ジャンプ黄金期が小学校高学年くらいの時にあったよ。毎週水曜日、習い事の水泳教室の後に家に帰ってから見るドラゴンボールが楽しみだったんだよな。中学に入った頃かな、ポケモンが発売されてめちゃくちゃハマったよね。ゲームボーイ1台、ゲームボーイポケット2台使って図鑑完成させてたな。前にも言ったような気がするけど、私は不思議だね大好き派です。ここのブラックパックン、倒せるのか？ビデオがある霊夢ちゃんなら、余裕で抜けていけるよ。ビデオがあるって、泥棒と関係ないじゃないか？てか、鉄帝に逃げられてるぞ。鉄帝は大変なものを盗んでいきました。あなたの心です。あいつルパンの変装だったのか？ねえマリサ、このコースはどうだった？怪盗紳士マリサである私にかかればお茶の子サイサイだったぜ。何よ、マリサだってお茶の子サイサイって言ってるじゃん。あ、しまった。お次は、久しぶりにミーさんのコースで遊んでみました。頼む、代わりに鍵を取ってくれ。まずは何をすればいいのかな？パウブロックを使って、クリボーの進路を変えてやればいいんだぜ。なるほど、そうすればクリボーがこの先の音符を踏んで、鍵を取ってくれるっていうことか。よしよし、これで先に進めるね。相変わらず、ミーさんのコース面白いな。しばらく新しいコース作ってなかったみたいだけど、最近また投稿始めたみたいだからすごい楽しみだよ。ここは、トゲメットを上の方まで連れて行ってやればいいんだな。地味に時間かかったので、少しカットします。はい、カットしました。あんまり変わらなかったな。いやいや、こういうところで、メリハリをつけてやらないとね。トゲメットの移動速度、遅くてイライラするな。カップラーメンが、伸びすぎちゃうね。いやいや、さすがにそれほどでは。なあ霊夢、このコースはどうだった？自分で鍵を取るんじゃなくて、他のキャラを使って取ってもらうのは斬新で面白かったね。それでは、いいねして次に行きます。ちょっとそこどいてよマリサ。なんだ？さっきマリサのいるあたりにポケモンがいたんだよ。ポケモン王か。ちなみに何がいたんだ？デカクリボー。いやいや、どう見てもこいつはポケモンじゃないからな。これ、どうやったらゴールできるの？多分だけど、ちょいジャンプで、クリボーを踏んでやればいいと思うぜ。ちょいちょい。かなりシビアな当たり判定なんだな。ミーさんのコースの中では、かなりクリア率が低いコースだったよね。お前なんかが簡単にクリアできるコースではないってことだな。ちょいじゃんちょいじゃんちょいちょいじゃん。ちょ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 いじゃん。ちょ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 。すまん、お前がキモすぎて喋るの忘れてた。ちょ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 、うるさい。そして今日はこの辺で終わります。また明日お会いしましょう。ではではー。